始まります。みなさんこんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、ごめんね。ファニーのランチ時間が始まります。本日はスペシャルゲストで池田優さんに来ていただいてます。池田優さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてうちのバニーのセールスチームの藤川さん、はい、よろしくお願いします。なぜか来てくれてます。その理由と説明します。なぜか説明、今日なんでこのご縁、池田優さんとのご縁。池田優さんとのご縁ですね。しっかり話すとちょっと長いかもしれない。大丈夫ですか？短めでちょっとお願いしても。短めですね。はい。はい、まあ、池田さんが、絵の通信のスクールに通われたっていうのを多分ツイッターでは公表されてると思うんですけれど、そこに僕が勤めてたんですよね、はい、うん、そう、勤めていて、で僕はその時に、パンフレットを作ってたんですよ、うん、そう、パンフレットを作っていて、でデザイナーさんと、話し手をしている時に、実際の生徒さんの作品をそのパンフレットに載せようよという話になったときに、絵を選んだんですよ、うん、そう、それで、僕が絵を選んだんですけど、その絵が池田さんだったんですね。そう、で、その当時まだ、知り合ったときは彼女が10知り合ったときは、ね、で17歳だったのでそう、電話をして彼女と彼女のお母さんに絵の掲載の、許可をもらって電話したんですけど、その時からですね、つながりを。嬉しいんだかね、嬉しい。それは、それ自体は嬉しいですけど。ね、で、バニーに来て、で、池田優さんっていう方がね、コットマンのモニターさんをされてる、これ池田優みたいな話になって、そこから、まあ、まさかの再会を果たしたという感じですね。そこからのストーカー、ストーキングがすごかったよね。ストーキングしてないから。いや、いい意味でね。いい意味でね。はい、そうですね。まあ、そういうつながりがあって出させていただいてます。はい、ありがたい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、早速もう池田さんが今日ちょっと書く作品を準備してくださってますんで、私と藤川さんのお顔はオフにしましょう。はい、オフにしましょう。大きい方がいいからね。はい、どう、はい、いけたかな。早い。早い。早い。まだいるわ。あれ、なってないの。あれどうしたの、ね、寂しいですね。あれ、なってない。なら、じゃあ、どうぞどうぞ。俺、どうだったんだ。さっきできたのにね。さっきできたのに。あ、こっちでやろうか、じゃあ。はい、すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、で、池田さんは、ちょっとその作品をね、大きめですもんね、こちらの作品ね。そうですね、こちらがあの、うん、プロフェッショナル水彩紙を使わせていただいてて。おお、ニュートンの。はい、ニュートンの、26cm×36cm のやつを今使ってます。はいはい、めっちゃいいですよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。で、この作品をこの時間内で仕上げるっていうわけではなくて、ちょっとそれは難しいので、制作の過程をちょっと見せていただくっていう感じで、今日は進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい。で、始めていただきながらね、うん。はい。あとは、これ、一発書きじゃないですよね。下にこうイメージとか何か書いて作ってらっしゃるんですよね。そうですね。私の場合は結構パソコンとかデジタルとかでこう構想をたくさん練って、うん、で下がこの紙の下書き自体は本当にシンプルなんですよね。なんかこれ今書いてはいるんですけど、本当こう線、うん、うっすら当たりを書いてるだけな感じです。うん、最近は水彩色鉛筆でこう線を書くようにして、こうなんか残んないように、線が
残りづらい、ね、うん、はい、線がの塗った後に線がのあんま残らないようにこう水に溶ける水彩色鉛筆を使って、うん、こう当たりを描く感じにしてます。うん、他には何かそういう下書き的なものって見せてるんですか、やってるんですか。あ、下書き的なものはですね、その例のこう今回本当に この時間だとちょっとしか進まないかもしれないんで、その普段デジタルの方で最初に下書きというかこう色とかもどうしようかなみたいのを込みでラフを書いてるんですけど、はいはい、今日ちょっとそれを先にお見せして、この白いのがこうなる予定っていうのをこうなるよ、こういう予定お見せすると、はい、これが今横に、あ、こういう感じの作品になるはずなんですけれど、はい、あ、人がいる。ちょっとちらっと人とかもここにシルエットくらいで描いてて、はい、一応こう物語性というかストーリー性を含ませて、はい、おります。じゃあ今見えてる水彩紙の方に見えてる、はい、茶色薄い黄色みたいなのはマスキングですかね。はい、そうですね、このちょっとキラッとしたやつが、うん、マスキング液なんですけど、普段私が、はい、あのテープとマスキングテープとかよく聞くと思うんですけど、うん、画材にマスキング液っていう液体状のものもあって、うん、それがあのこちらのよく私が使わせていただいているのはこのカラーレス、はい、カラーレスですね。カラーレス、はい、めっちゃ私本当にカラーレスじゃないと最近使えなくて、あの何回もこう塗り重ねていくので、こう色のついた青色とか色のついたマスキング液もあるんですけど、そうするとこの剥がした後の白さとかをこう想像がしづらいところがあって、こう色がないついてないこのマスキング液を使えば、こう私しかもこうマスキングで絵の具塗って、またマスキングで絵の具塗ってっていうのをやるので、へえ、はい、そう重ねてんですね、そうやってね、はい、そう作ってるんですね。そう作ってるので、うん、それでこう色がついてるマスキング液を使っちゃうと、その2回目のマスキングとかがマスキングした時にこうどれくらいの色の濃さの絵の具の上にこうマスキングをしたのか分かんなくなっちゃったりするので、はいはい、こう、まあ、ちょっとなんか言ってる意味が難しい、ちょっと難しいかもですけど、うん、はい、なんかなのでバランスを取るためにこの色がついてないカラーレスのマスキング液を使ってます。はい、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、では行ってみましょうか。はい、まあね、またお話を聞きながら、はい、一発目の色が見れるんだここで。そう、結構一番初めにやる入れる色って結構どこなんだろうなって結構興味ありますよね。うんうん、おお、そうそうそう、確かにそうかもしんないんですけど、私はもう大体不思議と決まってる色っていうか、最初に入れると落ち着く色があって、へー、はい、それが大体黄色なんですよね。黄色ね、はい、はいはい、なんか不思議とその私光を入れるのがすごい好きなんですけど、光っぽい絵を描くのが好きなんですけど、だからその大元の光とかをちょっと意識して塗ってるのかもしれないなっていうふうに結構思います。はい、来たここでちょっと水をしぎってます。なんかめっちゃにじみが好きなので、こう最初に紙の上に水を敷いて、で色がにじむようにするんですけど、こう結構最初は大きいハケで
結構大きいハケ結構大きいハケ、うん、水もあれなんですね、部分的なんですね、やっぱりね、全体じゃなくてね。あ、そうですね、なんかこうやっぱ乾いちゃうと、うん、あれ乾き、水の乾きとかによってにじみ方が変わるので、そんなこと言ってたら、そんなこと言ってたけど、ちょっと、なやかや全体にやっちゃうかへこう、ちょっとこう、光の当たり具合で、髪がどれくらい湿ってるのか、ちょっと、斜めから見たりとかして。すごい丁寧になるんだ、最初。そうですね、なんか最初ってドキドキしちゃうんですよね、私は。そうですよね、はい、なので結構丁寧になっちゃうかもしれない、うん、早くなったゆっくりだったんだって思って、ちょっと、いや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 、すごい丁寧にやるんだなと。意外となんかこの1回目ってうんうん、髪が水を吸いにくいというか、うん、なのでこう何回かこうやって、あ、吸い込んだ吸い込んだみたいのをちょっと見ながらやってるって感じはありますか、うんうん、はい、はい、ちょっと色を確認したりして、確認してはい、なんかちょっと落ち着かせるんですよね、これ。あ、いきなり置くとちょっとドキドキしちゃうんで、うん、ではい、はい、これ息止めちゃうね、息止めちゃう、息止めちゃう、ずーっとでも見ちゃうね、これでね今ずっと息止めてた、多分。なんかちょっと静寂になって焦りました、今ごめんね、ずっと見ちゃった、うん、うん、へー、どうなってくんだろう。でもね、最初に見せていただいたんで、完成形のイメージ。はい。途中からの人もいるのかな。でもこれリプレイで見れますから、ね。リプレイで見れるから。うん、はい。あ、最初に置いた黄色がオレオリン。オレオリン。はい。で、次が今置いてるのが乳願望寺ですかね。はい。一気に光ってる感じというか、なんか黄色が入るだけですごい。そう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 。光を。暖かい感じになりますね。はい、暖かい感じが好きですね。水だけついた筆でちょっと伸ばしたりとか、うん、伸ばしてみたりとかして調整もします。
じゃあ、大体、初めに黄色を入れるって言われたけど、初め大体オーレオリンを入れられるの？その黄色はいろんな、いろんな黄色で。はい、いろんな黄色があって、うん、割と、ターナーズイエローとか、うん、これはこうレモンっぽい黄色なんですけど、うん、ちょっとこう、もうちょっとこう、暖色、これも十分暖色なんですけど、なんていうんですかね。青系の黄色と赤系の黄色がある気がしてて、うん、ちょっともうちょっと赤系の黄色とか、うん、ターナーズイエローってやつを普段割と使う、それも使うことがすごい多いです。ああ、なるほど。はい。ターナーズイエローの方がやっぱり不透明だから黄色がはっきり出るのかな？そうですね、なんかマットな感じもあったりとか。いや繊細、結構てんてんてんって私置いていくこと多いかもしれないです、うん、気づけば、うん、だから池田さんのにじみってそういうふうにできてるんだっていうのが、うん、うん、確かにてんてんてんてこんなに太い筆を使ってるのにてんてんでもなんか髪が優しく扱われてる感じがする。うん、そうですね。みんな道具がなんか優しいっていう感じする。そうそうそう。使い方が丁寧な感じがする。でもちゃんとあれですよね、手入れとかしないとですよね。うんうん、そうですね、筆とかはね、特に。筆とか特にね。はい。これはなんか初めて使ったんですけど、すごい。何ですかね、リスの毛、リスの毛、うん、はい、めっちゃ柔らかいですね、毛が見てて柔らかそうですよね、ふわふわ、はい、ふわふわしてすごい描いてて気持ちいいです。あ、そっか、ピアスク入れるかな、あ、そうです、ピアスク入れるだよね、はい、そうです、そう書いてあります。何号かわかります？ 8号、 8っていう数字があるので8号ですかね、うん、結構大きいのですね、やっぱね、うん、はい、今割とでも普段はもうちょっと細いやつを使ってることが多かったんですけど、うん、これとかが多かったんですけど、全然差がある、太さに差があるんですけど、なんかこっちの方がやっぱり大きいにじみができますね、ブワって。だってだって音が聞こえた。筆を洗ってるとか。面白い、にじみがやっぱちょっと時間経つと変わってくる、ね、最初に置いた色と、うん、今、あ、うん、色試してるんだね、はい、もうこのあのジュエルシリーズの色がすごく素敵で、はい、うんうん、トランスペアレントオレンジとか、はあ、あ、結構使わせてもらっています、ありがたい、優しい。なんかもうすでに乾いてきてる、うん、
ぼかしが足りなかったら、うん、水で、はい、あ、なるほど、水を入れてます、うん、ずっとこれ見ちゃうから、ね、池田さん、このオイルは何色を絵の具の何色かっていうのを最初に決めてます、全体。そうですね、さっきデジタルでこう描くときはさすがに何の絵の具を使おうとかまでは考えてないんですけど、うん、デジタルでラフ描いた後にじゃあ絵の具で何色使おうかなっていう、絵の具何色使おうかなとかは考えるようにしていて、それがすっごい、ちょっとこれはすっごいざっくりなんですけど、こういう感じで、はい、色、これが、これをこうしようみたいなのを、やっぱりちゃんとそういうイメージの主体があるわけですね、こういうね。はい。実際に水彩を使ってのね。はい。うん、そう。やっぱ、はい、そうですね。こうやって置くようにして、なんか色の名前とかも書いていてるんですけど、うん、こういうとか、うん、これは混色とか、うんうんうん。でもやっていくうちに変わってったりもするんですけど、なんかその、パソコン上の色の重なり方と、やっぱ、なんか絵の具の、このピンクの後の、スマルトっていう青色なんですけど、やっぱこの色の重なりで結構、なんか違うので、うん、乾いた後に置くのか、乾いた、上にまた塗り重ねるのか、濡れてるうちに重ねるかで結構色の仕上がり、うん、でき方も変わったりするので、うん、一応本当に簡単になんですけどやるようにしてます。うん、貴重な、貴重な、貴重ですよね。あんまり見ないですもんね、こういうのね。うん、いやでも作家さんって皆さんそうやってらっしゃるのかしらね。ね、すごいな、やっぱり見えてないところでの研究というか、うん、なんかすでにもう池田優さんっぽいですねっていうコメント、濃いですよね。嬉しいですね。いや、はいはいはい、と割と、はい、うん、はい、なんかさっきだから今のところは黄色2色とオレンジ1色、赤1色だけで今ここまで来たって感じです。うん、柔らかい。これ見ちゃうね。これ大丈夫かな、見入っちゃってるか大丈夫かな。じゃあ今からちょっとドライヤーやってもいいですか。いいです、いいです。ドライヤーやりながら話します。無音の方がいいですかね。私うるさい、ちょっと試しますね。OK、はいはい。どうですか。全然聞こえないよ。今ドライヤーかけてるの。あ、かけてます。全然聞こえない。ドライヤーのかけ方も優しいんだね。優しい。他のメンバーとやった時と全然違う。ちょっとでもこれシュールな絵になっちゃうからさ、藤川さんちょっとさ、今顔出して、顔出して、顔出して、うん、お願いします。
出したよ今。顔出しました。でちょっと今あの池田優ちゃんとの出会い、はいはい、私はもう彼女との出会いからいろんな作家さんとの出会いが実は始まっていて、でそうフランケンジさんとか、はい、もう、ああそうですね、そうそうそう、なんかビッグサイトの何かのイベントで池田優ちゃんにご挨拶させていただいて、で今度会社に遊びに来てくださいみたいな話で、はい、そうそうそう、そっからなんかいっぱい連れてきてくださったんですよね、作家さん。そうなんですね。それが多分何年か前、5年か6年か4年、4年か5年か6年か前くらい。そうですね、こうもう気づいたらそんくらい前ですね。池田さんがきっかけで、じゃあいろんな方と知り合えたというか、ネットワークが広がってんですね、じゃあ伊藤さんの。そう。あ、フランケンジさんだ。キューピットですねって。ごめんなさい。なるほど。来てくれてたんだ。なるほど。で、それから作業会とか、ピコバニ店とか、いろいろやらせてもらうようにっていう。キューピットです。キューピットです。重要な人だったんですね。すごい、まさかあんなに広がりができるとはなんかその時思わなかったけど、すごい。めっちゃ嬉しかった。いやなんか嬉しいですよね。声かけたらすごい皆さん来てくださって、なんか集まってもらえて、うん、よかったと思いました。声かけて反応なかったらしょぼんって感じだったけど、みんな来てくれたからよかった。でみんなでね、なんか絵の具の話をしたり、その、はい、絵描いたりしたんですよね。ああ楽しそうですね。めっちゃ楽しかった。ああ、うん、楽しかった。楽しかった。やばかったです。あの最初はバニーさんの、うん、TOC ビルに行かせていただいて、あの PWC とかがこうあのな70?なんかもう前職バーってバーこう当時96、96バーってこう並んでたりとか、うん、他のアクリル絵の具もリキテックスとかもありましたし、なんかもう画材ビュッフェだとか言ってみんなでテンション上がりながらすごいこんなことがあっていいのかみたいな感じで、すごいそうめっちゃ楽しかった。あ、テルさんとかもいたね。あ、テルさんも、テルさん、アルフさん、してました。金平さんとかが。あ、そうですね。金平さん、アルフさん、いらっしゃった。そうだ。うん、すごい、ね。なんか、うん。あ、来た。藤川さん、顔アウト。アウト、はいはい。もう設定できるから。あ、もうやって、私。やって、うん。やった、OK。そう。もう任せます。ドライヤーの時は。アップじゃ、ちょっと、あ、出てきました。何使ってますか、これ今。さっきと全然違う筆。そうですね、これは、はい、あの、よく、これもすっごいお世話になってるんですけど、これ何って感じですけど、あの、ジェッソです。リキテックス。リキテックスのジェッソ。そう、それをここにちょっと入れて、あのジェストって固まっちゃうので、うん、まあ、そのパレットの代わりにこれに入れてるんですけど、これ、はい、ここによそって、で、白い点々とか私、よく絵の中に打つんですけど、その時にこのジェストでこうポンポンって打って、こう、内側から光るような表現とかを、うん、しています。この段階で入れてたんです ね、 ね、もっと仕上げの段階かと思ってましたねそうなんですけど、やっぱりそれはあの仕上げの方にもいっぱい何回かやるんですけど、この早い段階からとか、なんか初版中版終盤とか、うん、こう何回かに分けて丁寧にやればやるほど深みが出るといいますか、
そこを最終だけとかにすると浅くなっちゃうんですよね、うん、絵が。なるほど。はい。まあ、それだけ時間かかっちゃうんですけど、何回も、うん。だから白だけ、白がまあ見えればいいって思って最後だけとかにしちゃうと、ちょっと本当表面的に白を置いてるだけになっちゃって、うん、ちょっと深みが出ないので、割と頑張って最初から入れるようにしてます。うん、いや、あれゲストだったんかって、フランケンジさん。ここで使うのですねって思うコメント、本当そうだ、ね、バレた。バレた。バレた。ここで使うってのもバレましたね。バレた。いや、そうなんだ。いや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 。これは。ちょっと驚きですわ、私も。細かな作業だ。そうなのですよ。なんか、だからこう、一人で、なんていうかな、この、配信に向かないかもしれない。収まりきらないってことですね。でも、貴重ですよ。貴重ですよね。初めってやっぱ貴重ですよね、初めの段階が。なんか本当にこのだから色を置くのって結構瞬間的なんですよね、私の場合って。うこういう下の下地とか見えないところにすごい手をかけるって感じはします、自分の絵は。重要ですね、でもね。そうですね、から地味ではあるんですけど、うん、でもこういうところに時間かけたやつほどやっぱり作品も良くなったりとか、うん、あとなんかこういう時にやってるとよりなんかまた結構最初の下書きと変わったりする時もあって、書きながら絵の方向性が変わったりとかすることもあるんですけど、うん、だからすごいもう何ですか、書きながら確認しながらなんか書いてる感じというか、これでいいかなとか、この絵はこういうストーリーというかで書いていいかなとか、なんかすごいいろいろ確認しながら書いてて、もうポーズなんか特に人を最後に書くんですけど、そこでまたこう物語性がガラッと変わる気もするので、うん、あんな棒人間みたいな感じなんですけど、結構そのでも最後のポーズとか、うん、誰を立たせるかとかすごい考えて書くから、うん、人書くのも結構時間かかったりとかしちゃうんですよね。うん、深い仕事ですね。結構池田さんの絵って、はい、水彩にしては結構塗り重ねられてるイメージがあるんですけど、それでもやっぱ、はい、あの優しさが出るっていうのはこういうちゃんとした処理があるからなんですね。お、なのかな。いや、さっき藤川さんおっしゃってましたけど、何て言うんですかね、すべての動きが優しいじゃないですか。優しいですね。で、まあお人柄も優しいし、うん、だからもう作品、まあそりゃああいう優しい感じに仕上がるよね。うん、出るんだな。自分だとなんか分かんないですね。どうこういろんな人を見てるから、うん、伊藤さんとか藤川さんとかいろんな方の見てるからこそ、うん、個性が。作家の個性さんは個性が分かるんですね。いや本当にそうなんですよ。なんか正直そんなに多くの数の作家さんたちとお会いしてはいないんですけど、はい、それぞれの個性が皆さん爆発してるので、うん、最高に楽しいですよ私たちは。そうですね、何の絵の子ってここまで違う表現してくれるんだっていうのが、うん、確かに同じ画材でも全然違いますよね。全然違う、全然違いますね本当に。うん、本当にだからもう
毎回なんか新しい作家さんの作品発見すると興奮ですよね。興奮ですよね。うん。やだ。やだ。まあなんかあんまり言わないとこうって話してたのにね、いつも。好きとか興奮。言ってくださいよ。だってね、ねえ、言っちゃね、惹かれたら困るもんね、みんなに。ストーキングですか。そうそうそうって言われちゃうくらい、本当に。そうなんですよ。なんか絵の具会社だからね、絵の具の販売はしてるんですけど、こういう出会いっていうのはもう本当に貴重だから。貴重ですよね。いや、本当。でも、サッカーとか、やっぱ言われたら元気もらうと思います、すごい。いやいい、じゃあもうさ、やっぱり言う？言ってく？言ってくの？とにかくもう好きっていう気持ちは出てくるじゃないですか、いろいろな皆さんの作品に対してね、うん、それ言ってくか、言ってこうか、うん、やっぱ言われたら嬉しいですよ、みんな。そうかな、そう？そう優しいから、優しい、だってなんかバニーになんか好きとか言われたんだけどとかってなったそんなこと言う人いますかね。なんか前ね、あれ藤川さんにお伝えしたけど、私がさ、なんかタメーカーさんの絵の具にいいねしちゃったのね、うん、いいと思ったから、はいはい、そしたらなんかバニコラとなんかライバルのいいねしてるみたいなことを言われてたらしくて、ああ、そうなんだ、うん、だからあんまりいいねとかしちゃダメなんだと思って。いや、そっか、そういう大人の事情が。いや、ないないない。ないですよね、藤川さん。ないですね、もう、ね。何としてないけど、うん、まあ、ユーザーさんたちからしたらどういうふうに見えてるか。どういうふうに見えてるかね。うん。思っちゃった。うん、はあ、細かな作業。こういう作業が。続きそうです、どうしよう。いいじゃないですか、いいじゃないですかって言ってますけども、一応、はいはい、今1時7分前くらいです。はいよかった、思ったより時が流れてました。流れてました。でも、もうだいたいこれで池田優っていう作品になってますよね、もうね、うん、おお、この段階で、すでに。この段階で。わかるわかる。あ、いいものはいいって言えばいいと思うって佐川おじさん。言うか。おお。ありがたいですね。村上健二さん、俺の今回。あれでしょ？ディズニーランドのやつはいつもちゃんとあれしてた、私。村上健二さんのアンケートは必ず参加してました、見つけたら。うん。一緒に行ってくれる人募集してるやつ。はい、なんか、そうそう、最後にね、聞くやつ、いつもやってました。うん、なんか、そう、うちのきのこちゃんとかが、一緒にアカウントをやってるときは、彼女がね、検索とかして、見てくれるんですよ。きのこちゃん。うちの橋本っていうのがいて、あ、橋本。ウキテックスとかバニーとかニュートンで検索して、やってくれる、いいねとかしてくれるんですけど、私は基本開いた瞬間に見えてるものしか見てなかったから、ちょっと検索これからちゃんと、うん、追って追っかけて追っかけ追っかけて追っかけて、うん、池田さんのやつはもう完成品絶対見たいですもんね。このタイミングでは見れないけど、これってどっかに発表するんですか。どこかに向けてとかじゃなかったんですけど。ああ、そうかそうか。でも、はい。なんか、最近、こういうでかい絵をなかなか描けてなかったので、ぜひ、この機会だと思って、描く機会だと思って、ちょっと新しく描きたいなと思ったので、続けて完成まで、この後も、進めていきたいなって思います。はいはい、じゃあ完成、最近ちょっと前のツイッターでなんか絵描くタイミングってなんか
伝えたいっていうのが湧いたらなんか書くみたいなこと書いてある。確かに見てるな。え、見てるな。そうですね、なんか私が なんだろうな、語弊があるか分かんないんですけど、すっごいあの書くまでめちゃくちゃ考えるタイプで、わかる。もうすっごいあっち行ったりこっち行ったりするんですけど、なんかそれがあのなんだろう、この色を何色にしようかなとかそういうだけじゃなくて、こうどういう内容で構想で書こうかなっていうのをすごいめっちゃ悩む人で、だからなんかこう書いてるときもちろん楽しいんですけど、書くことが一番重要っていうより、なんかその何を書くのかがすごい私の中で重要だったりとかして、だからそれはこう思いついたりとか、本当にそれを本当に伝えたいなってなんか自分が心から思ってこう書こうっていう風になった時に、やっぱこういい自分の中でもこう時間をかけてじっくり本当にいいものを書きたいなみたいにこう頑張れるんですけど、だからこそなんかこうゲージがなんかそういう気持ちのゲージがこう溜まって溜まって溜まった時にドッと出せるみたいな。はい、単なる書くっていうことだけじゃなくて、さっきからなんかずっと言われてるあの物語物語って言われてるじゃないですか。あ、はい、多分その単なる絵を描きたいだけじゃなくて、そのストーリーも全部頭の中で完成しないと描かないってことですね、そうすると。そうですね、だからほぼそういう感じに近いですね。でなんか自分の中でこう一つその一枚だけじゃなくて、最近は特にその1枚だけっていうよりも、なんかすごい大きなストーリーがもっとあって、なるほど。で、はい、そこのにこの1枚1枚1枚みたいな雰囲気が今、頭の中にあるんですけど、こう、なんかだからこそ結構考えて、こう、やっちゃうんですよね。それが合ってるかな、合ってるかな、みたいな。でもそういうのあると、池田さんの絵を見るときの、これどんなストーリーで描いたんだろうっていうのを考えることも楽しいですね、はい、そうするかね、見る側としては。あ、嬉しいですね。なんかいろいろ想像してもらったりとかしたらめっちゃ嬉しいですし、うん、なんかあと自分の絵が割とこう抽象的なものが多かったりとかするので、なんだろう、こうはっきりさっきのこれとかはあのこの絵とかはこう木を意識はしてるんですけど、でもなんかちょっとはっきり木って書いてなかったりとか、うん、なんかそういうのがこう見る人によっていろんな考え方があったりとか、なんか何通りかに捉えられたりとかしたらすごいいいなって思ったりもしていて、はい、あ、はい、私めっちゃ勝手に池田さんの絵でいつも物語作ってた、はい、自分で。なんか先ほどなんか棒人間とかっておっしゃってたけど、はい、私の中ではあんまり棒人間とかって思ってなくて、結構登場人物になってたから、うん、あ、棒人間っていう表現もあるんだなと思って聞いてた。なんかそうですね、見た目は見た感じは棒人間っていうかシルエットとかが棒人間ね棒人間とシルエット違いますね。シルエットっぽいんですけど、なんかそれもある意味こうはっきり人を描いちゃうと、キャラを描いちゃうと、なんか描いちゃうよりもそういうシルエットとかの方がなんか自分に置き換えたりとかしてなんか見れそうだとか、なんていうんですかね、こうキャラがはっきりしているとなんか、うん、漫画っぽいまでは言わないんですけど、うん、なんかその子の話みたいにこうなっちゃう感じがあって、なんかそれよりもこう見てる人も
がそのスッと物がこの絵の中によりシルエットっぽい方が入っていって見てくれるかなっていうちょっと希望もあったりとかして、はっきり書いてないのかなっていうのもありました、うん、そう、なんか私は5分後とか5分前とか10メートル先とか10メートル後ろとかをイメージしちゃう、はい、池田さんの絵の時だから、この5分経ったらどういう景色なんだろうとか、5分前はどうだったんだろうとか、その制作過程じゃなくて物語の中で、はい、すごい嬉しい、結構すごいすごい深く見てくださって、全然深くというか なんだと思って見てた、うん、いつもって言ってる間に1時が過ぎました本当だ、途中から点を打つ人になっちゃった。でもいいですよね。池田さん、この作品って、でもどこかでいずれは見せていただくことってできるんですかね、はい、なんか例えばツイッターなのか、まあ、原画の展示とかもどうか分からないですけど。はい、ぜひあの、家庭とかも、また写真とかで、ツイッターとかで、はい、あげられたらと思います。まあ、見たいですね、それは。絶対見たい。皆さん見たいと思います、これ。そう、ここからどうなりますそうだよ次の皆さん見たいと思うんですけれども、ちょっとじゃあ藤川さん復活します。はい、どんお願いします。はい、藤川さん、あ、ちょっと私、伊藤さん出ないの、私もちょっと復活するけど、なんか見たいかなと思って、皆さん池田さんのね、あ、もちろんもちろんね、見たいと思うけどちょっと出ちゃうね、ね、皆さん、はい、終わりとくださいぜひ、ね、締めないとね。そうですね、本当に貴重な、うん、ね、ちょっと、うん、すごい貴重ですよね、うん、いろいろジェストとかも言っちゃった、言っちゃった、バレちゃった、言っちゃった、バレちゃったバレちゃった、バレちゃったでもね、これからまた完成に向けて、はい、多分この丁寧な作業がずっと続くと思いますね。うん、いや、これの繰り返し。はい。藤川さん、はい、何かありますか？いやいや、これ貴重だなと思って、本当にあんまり、ね、池田さんとはね、話はしてるけど、今回制作過程で僕初めて見たので、うんうんうん、そう、すごい貴重で、ああ、こうやって作られてんだと思って、ちょっと嬉しいです。最後嬉しいです楽しいです、嬉しいですだから、ね、それしかないからね、基本語彙で、私たち好きですとか、そう恥ずかしくなる、恥ずかしくなる、あ、そうそうみんな好きだから、はい、うん、ちょっと池田さん何かありますか、最後コメント、あ、そうですね、うん、いや、ここまで見てくださってありがとうございます。あとは本当にこういう一見地味な作業を何回もこう重ねてこう書いてるので、それだけなんかやっぱ過程が結構過程が大事だなって、私は絵を描くときに仕上がりもなんですけど、やっぱこう過程でどれだけ愛情込められたかみたいなので結構違うなって思うので、うん、またそれが今日一部分見ていただけてよかったなと思います、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に本当に貴重な、貴重な、貴重です、本当に貴重、ね、ありがとうございます、うん、で、なんかその本当に今ね、バニーのランチ時間っていうのをそのテレワーク中にやりましょうっていう話で初めて皆さんにご協力いただきながらゲストの方に出てきていただいてますけど、なんかね、2回目とか3回目とかね、昼じゃなくてもね、うん、とかっていうのも今後考えてもいいかなってね、藤川さんね、うん、ああ、そうですね、うん、そしたらね、昼とかじゃなくても、うん、フランケンジさんとか佐賀さんとかさ、みんなにさ、また見たいじゃないですか、いろんな人のも、うん、アニーの深夜時間とかね、濃い濃い濃い、なんかちょっとどうかわかんないけど、はい、でもこんな素敵な作家さんたちが多分まだまだいっぱいいるので、そうですね、うん、だからそういう方たちと、ぜひ出ていただきたい、本当に、うん、そうですね、今後も、今後もね、
もし出てみたいなって方いらっしゃったら、あの藤川さんにちょっと連絡いただければ出れる仕組みになってますんで。よし、みんな出ちゃうぞ出るぞ。はい、すいません、余計な話しちゃったね。では終了しましょうか。はい、はいはい、では池田優さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。テーフルのね、皆さん、それで、はい、それでは、ありがとうございます。ありがとうございます。